こんばんは、六助です。えっ、ー、と、今日は、えー 丸子スタジオからお届けしております、えー、マイクテストマイクテストマイクテストああああああ、えー、久々に登場しましたダイナミックマイクなんでねコンデンサーマイクのかっちょい,いのを使わないんだってあのダイナミックの方が無線の時のねノリが良かったんですよねいろいろ試したんですけどもコンデンサーはどうもねあの気難しくってダイナミックの方が育てに扱ってもいいと言っちゃいけないけれども 音入っっちゃってるかな <laughs>、ね、であとこの、えー、12AX7 の,あの真空管のベリンガーの、えー、マイクアンプ使ってます、えー、ブササー,サーって音が入っちゃってるかなちょっとねあのこのノイジーな部分をねいろいろとフェライトコアを足したりなんなりでねあのキャンセルするのもね大変なんですよそういうのがこういうアナログの機器のね、えー、面白いところですよね はい、えー、非常にこのあのデジタルの時代にアナログな機材構成なんかをしておりますはいで、えーねえー、ここはなんですか編集スタジオですか編集スタジオなんですけれどもえっ、ー、と編集マシンは Windows はエディオスを使ってます、Mac はプレミアを使ってます、はいえーと、そこはクライアントさんによって使い分けをしております、でえーまあ、ナレーション収録なんかっていうのはめったにないんですけれどもね、えー、今日はちょっと何があるかわからないんで、いろいろね、テスト、久々に、あのー、本格的なスマホ一気取りみたいなことばっかりやってましたからね。 いやーいろいろねガリが出てたりねいろいろ修理が保全が大変でしたやっぱり機械は使ってこそうなんぼ部分でね、えー、で今日はマイクの話。えー まあ、コンデンサーだと何がいいかな、皆さん、コンデンサーマイク何が欲しいですか、僕、ソニーの C38 がいいかな、あの漫才マイク、いやいやいや、38マイク、ここに NHK とかって書いてあるやつ、あれね、意外とね、高いんですよね、オークションなんかで見るとね、新品だと8万円ぐらいするんですよね、結構買えない値段するんですよ、その割には性能がやっぱ昭和の性能だよなってね、思っちゃうんで。 やっぱこういうブームでこうポップガードがついたやつがやっぱ欲しいですか、ここに。その方がね、ラジオ局やってるぜって感覚になるんですけどね、えー、予算がないっていうのもあるんだけれども、えー、このダイナミックの音も、ね、気に入っちゃってるんですよね。で、あの僕が持ってるブーム、安いんで触ると、ビャンって音が、ね、出ちゃうんですよ。ダイナミックでも音入っちゃうでしょ。 議会答弁 <laughs> とかね議会答弁なんかも最近コンデンサーですよね、ここにニオキって出てるマイクとかね、えー、このコンデンサー、全、あ、盛の,ーのあのー、時代にダイナミック、大熊、言っちゃっていいのかな <laughs>、えー、使ってますが、皆さんおすすめのマイクって何ですか、あったら教えてください。 えー、ちょっとねマイクもいい加減まあこれ SM5% とかまあ一,一時代のねああのまあ、志村けんさん亡くなられちゃって残念なんだけどドリフの大爆笑なんかもあのさあのダイナミックマイクをここにさガムテープで貼ってたよねこうやってね <laughs> だからね、えー、ダイナミックの音って好きなんですけどやっぱ今おすすめのマイクって何ですか視聴者さんえー、このチャンネルはねあのほっとくと動画が回ってあのー。 あの登録者数も増える、だけど僕がしゃべると登録者数減っちゃうんですよね、<laughs> なんでだろう、うん、かといってね、マニアックなことをしゃべらないと無線化の方はね、えー、ご不満だし、マニアックなことをしゃべると一般の方が、えー、減ってしまう、うん、やっぱりもっと登録者数が少ないチャンネルなのかな。はいえー、ということであー、まだ買わない、まだ買わないけれども、いいマイクって何ですか。 うん無線用途じゃなくて収録用途かな無線用途はこれがいいですこれはね SSB でも「ジュリエットホテルワンパパロメオタンゴ」って叫ばなくても「ジュリエットホテルワンパパロメオタンゴ」っていうだけで拾ってくれますもう果たしては PTT スイッチを入れただけでねカチンって言われたら PRT さん今送信してるってそれ反則だ とね。言ってくれるほど、なんか特徴的な音がしてるらしいです。はい、ではまたお会いしましょう。さようなら。